逃げないぞ。だって俺、そうだよな。いやーもういい。これ、知らないよ。知らないよ。知らないって。なん、あ、知ってる。はぁ、あ、はぁ、あ。あ、はねえ、ちょっと、大丈夫？やっぱりもう、病院行った方がいいんじゃないの？どっか折れてたりとかするかもしれん。病院行こう。病院行こうよ。大丈夫？うわ、めちゃくちゃ痛そう。早く病院連れてってあげるから、もうちょっと我慢して。見つけたじゃん。あら、あれよ、越後さ、あっち車止めたから、スタッフも行くからさ、大丈夫大丈夫、変なことしないから、それにさ、ちょっと乗せちゃおうね。それでお姉ちゃんは、ちょっと話し合うからさ、ね。確かに居酒屋の中ではまだカバンの中にあったと思うんですけど、どっか行っちゃったのかな、そっから。だからさ、さっきから説明してる通りね、やばいんだよあれは。今電話大丈夫ですか？はい、三ヶ所島です。それにしても簡単に言うと廃墟、いや無人島ですね。でも昔は小さい島なのに漁師町で賑わってたそうです。それが近隣地域の原発事故の影響で魚が全然取れなくなっちゃったみたいで、町全部、いや島全部が仕事を失っちゃったみたいです。はい。でここに来るまでに乗り合い船の船長に聞いたんですけれども、いや、変な話を聞きました。三ヶ所島は第三国の密輸島なんだと、密輸以外仕事はないんだっていう。噂ですけどね。でももう誰もいない。人間なんて一人もいないんですよ。でも確かに何かがいるんです。え、どうした？おい、もしもし？もしもし？あれ？おい、どうした？どっか行っちゃったのかな、そっから。でも、さっきの話、本当に日本でテロなんて起こるんですか？起こんなきゃいいんだけどね。でも、アメリカは日本でテロを起こしたいみたいよ。だってさ、アメリカが本気だったら FBI とかそういうやつ来るもん。俺たちみたいなさ、 CMA なんてポンコツ来ないよ。え？ポンコツ？この日本でテロ、こんな国で何にもないじゃない。平和だけのこの国でテロを起こすなんて理由なんて何にも。アメリカとの新しい安保条約、つまりアメリカの味方する国は敵なんだ。さらにもう一つ、日本の危機管理はなっちゃない。テロはどの国でやるよりも起こしやすい。日本はアジアにおける重要な軍事拠点、
アメリカに大きな打撃を与えるためには日本への攻撃は効果絶大。東洋研究所では新種のウイルス採取を行ってた。 CMA の介入、警察の秘密捜査、つまりパンデミックの中心地が日本になるという可能性がある。ウイルスって病原菌、それをばらまく、いつどこで、いつなんて分かるわけないだろう。ただ場所だけは。どこで？東京の地下鉄車内だ。日本は東京一極集中、東京壊滅で全ての機能が停止するだろう。書くわよ。犠牲者を減らすためにも告知しないと。まだだ、まだ書くな。今書いても載せてもらえない。俺たちの首が飛ぶだけじゃない、会社が飛ぶ。タイミングを測るんだ。テロが起こったらそれまで証拠ありったけ集めとけ。なぜ、なぜ私に協力を？俺は新聞記者だ。日本の民主主義守るためにやってんだよ。戦争反対？一番嫌な仕事をアメリカに押し付けてるだけじゃねえかよ。あんた目の前で一番親しい人殺されてんのを見てて、あんただったらどうすんだ？
just now. Target X.冷たい雨の雨の前